こんにちは。ハロー。日本の福島から来ました。木田節子です。My name is 木田節子 from 福島 Japan。私は爆発した原発から、8キロのところに家があります。今は家は住めないので、家はどこも傷んではいないんですけれども、放射能で汚染されて住めないので今は茨城県の水戸に避難生活をしています。1年間は帰れなくなったうちのこととか、それから原発関係の仕事をしていて、離れ離れになった息子のこととか、そういうことばっかり、自分のことばっかり考えて1年間過ごしました。私が東京の官邸前とか経産省前、テント広場とか、そういったところに通って、私の原発難民となった思いを言うべきだと言ってくれました。そこで、はっきりと、原発は間違いだとか、それからもう私はもう家も土地も諦めるから、電力会社と政治家、経済界の人たちも原発諦めてくれ、私は福島から来た原発難民だと、ユーストで紹介されてしまって、原発難民木田節子ということで、そのネットの方、落合恵子さんだったりノーベル賞の、文学賞を、受賞した大江健三郎さん、それから有名な海女さんであったり、物書きであったり、報道陣であったり、原発は間違いだと言ってる人たちと集会などで出会ったり、40年ほど前でしたので、日本でもちょっとアメリカで言いにくいんだけど安保反対だとか、それから、反核運動っていうのが40年ほど前に盛り上がったそうです。その頃は私は、そういうことには関心を持たなかったですけどね、高校生でしたけど、その40年ほど前にはあったでしょうけど、そのうちに、日本人は平和ボケしてしまって、そういう行動を起こすということを忘れてしまっていたんでしょうね。その出会った40年ほど前に学生だった人、その当時活動した人たちも、結局は生きるために、就職して、やがて結婚して、自分に子供ができて、育てて、そんな日々の中でそういうことをもう忘れてしまった。もうそうしてる間にも日本の国は密かに、そうやって原発をどんどん増やしたり、経済一辺倒の国にしてしまっていたんだと思うんだけど、それに気がつかないでいた。自分たちが40年前にもっともっと声を上げて、そして、その気持ちを忘れないでいたら、こんなひどい国にはならなかったのに、そう言ってそういう人たちが今行動を起こしている、そういう人たちと出会った。なので、その平和ボケして私たちは育ってしまったんだけど、まさかそんな日本の国は、そんな、私たち国民に秘密で、そんな、なんていうのかな、もう一回戦争する国にしようとしてるとか、それから戦争しないと、あれほどね、大変な思いをしたわけでしょ。私たちは体験してないけど、もう第二次世界大戦で日本は本当に自分たちの国民を、300万人近くも兵隊で殺して、その他に海外の人たちも大変な思いをさせたわけでしょ。でそれからそれをもう忘れたかのように、もう一回戦争する国、二度と戦争しませんって決めた憲法まで壊して、どんどん、もう70年くらい前に戻そうとしている、そんな風にしようとしてるなんて知らなかった。でもそれを教えてくれたのは原発の爆発だった。
で、その私はその原発の爆発で直接の原発難民となって、そして、まあ、あの東京で集会に出たりして、そういう、まあ、本も読んだし、まあ、あの教え、あの学校の先生、社会科の先生をしていたという人たちから、この日本の国のこの間違いだとかそういうことも聞いたけれども、自分でもなんかこの原発難民になって福島県民を捨てようとしている空気からそれを感じたんですね。あの影響が出るわけではないとか、うん、まあ、そうですね。あとはもうとっても深刻な状況になっているとか、まあ、そういうことは、私は双葉郡に住んでましたので、双葉郡に知り合いもいますし、娘の友達の父親であったり、まあ、娘や息子の、友達であったりが原発関係の仕事をしてますので、まあ、その人たちから入ってくる情報とテレビ、まあ、新聞の情報とにちょっと違いがあることに気がついたんですね。まあ、それがだんだんとこの時間が経つにつれて、まあどん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 激しくなっていた。まあ、私が1年間引きこもりしている間に、まあ、私たち福島県民がしていることを、他の県の人だとか知らない、まあ、それは報道が伝えていない、なんか違和感を持ちながら引きこもりの生活をしていたんですけれども、まあ、その声を上げたことで、まあ、いろんなことを福島の人間として言わなければならないと思ったんですね。